本日の相談です。20代前半の男です。薄毛に悩んでいます。父も祖父もハゲているので遺伝です。ハゲな上にチビデブです。このままでは一生彼女ができません。いつもご視聴ありがとうございます。恋愛アドバイザーの津崎まみです。チャンネル登録、LINE と Twitter 本当にありがとうございます。この動画が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。私の動画ではですね、見るだけで恋愛がうまくいくというのをコンセプトに動画を作成しています。お忙しい方やサクッと恋愛の知識を深めたい方に特におすすめできる内容となってますので、ぜひですねチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで今日は体のコンプレックスに関するお話ですね。じゃあまずですね、女性が薄毛とか身長についてどう思っているのかっていうのを先にお話しして、その後にじゃあこの状況でどうやったらモテるのかっていうお話をしようと思います。もしこの動画を見てくださってるあなたもこの相談者さんと同じように悩んでらっしゃるんでしたら、最後まで見ていただけたらお力になれるんじゃないかなと思います。結論から言うとですね、男性が悩んでるほど女性は男性の髪の毛の薄さを気にしていません。髪の毛が薄いことよりも、髪の毛が薄いことを隠そうとしておかしな髪型になっている方がよっぽど気になります。あのね、髪の毛に関しても身長に関しても、やっぱり遺伝の影響が強いですよね。基本的にご自身の努力でどうにかなるものではありません。しかも女性は髪の毛が薄いこととか身長をあまり気にしてないんですよね。だからそもそも悩む必要がないんです。一つね、実験を紹介すると、東テネシー州立大学のノーマン・ハンキンスは、痩せてる人、太ってる人、背が高い人、低い人、髪の毛がふさふさな人、薄い人といういろんな男性のプロフィールを作って女性に尋ねたんですね。そしたら身長と髪の毛に関しては印象の評価に無関係だということが分かりました。この結果から女性は髪の毛も身長も実はあんまり気にしていないということが判明したわけです。唯一ですね、印象評価に関係があったのは肥満かどうかです。太ってるということは明らかに印象が悪いということが分かったんですね。なのでご相談いただいた内容にちょっとこう太ってるって書いてくださってたので、めちゃくちゃ正直な方ですよね。太ってるって書いてくださってたので、太ってるっていうことに関してはダイエットをおすすめします。一緒に頑張りましょう。けれどもですね、髪の毛が薄いからといってたくさんお金をかけて増毛したりとか、あるいはその背が低いっていうことを気にしてシークレットブーツを履くというようなことはそもそも必要がないんですね。だってね、髪の毛が薄いとか背が低いということはそれだけが理由で女性に嫌われるということはないので、めちゃくちゃお金がもったいないと思います。なのでそれをする必要はありません。髪の毛が薄くなってくるとやっぱりどうしても気分は落ち込みます。寂しくなったり、なんかこう恥ずかしいと思うようになったりね。髪の毛が薄いとそれだけでなんかこう男性としての魅力がゼロになったようなこう気がするとかあると思います。だけど思ってるほど髪の毛が薄いとか身長が低いというのはあなたの魅力を著しく下げるというものではありません。芸能人でも、例えばその所ジョージさんとかね、ブルース・ウィルスさんとか、おしゃれでかっこいい人たくさんいますよね。だから髪の毛や身長だけであなたの魅力が決まってしまうということはないので、どうか安心してください。ちょっとですね、これだけではね話が薄いので、モテる体型の話をしようと思います。ダイエットっていう話がちょっとさっき出たので、ちょうどいいからついでにいいですね、モテる体型になりましょうという話ですね。実は女性はね、こんな男だったら初対面でも抱かれちゃっていいかなと思う体型というのがいます。それはですね、体つきががっちりしている男性ですね。ニューヨーク州立大学のゴードン・ギャラップさんが女性受けのいい男性について分析したところ、逆三角形の体型をしている男はモテるということが分かりました。逆三角形っていうのは肩幅がこうしっかり広くて腰が細いっていう体型ですね。ちなみにこれは別の実験で、顔から下の写真をいろんな人に見せて、いろんな女性に見せて、抱かれてもいいのはどの体型ですかって尋ねたところ、やっぱりですね、この逆三角形の体型が選ばれたということです。だから女の子にモテるにはとにかく上半身を集中的に鍛えるということですね。だからモテたかったら食事に気をつけて鍛えれるだけ鍛えましょうということです。よかったら参考にしてください。ではまた次の動画で、この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。
バイバイ。ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回はですね、体のコンプレックスの話だったんですけど、体のコンプレックスって結構誰にでもありますよね。なんかその今回あだね、その今回ご紹介した実験は海外の実験だったので、まあ、もしかしたら日本人の女性には当てはまらないんじゃないかって思ってらっしゃる方も、もしかしたらいるかもしれないんですけど、まあね、海外の方に比べると日本の女性の外見に関するその目っていうのは結構やっぱ厳しいと思います。ただですね、私の個人的な意見を言わせてもらうと、あんまり本当に髪の毛が薄いとか身長が低いっていうのは本当にあんまり気にならないんですよ。だから気にされない日本の女性というのも多いと思います。それにね、女の子は総合評価なので、例えば、まあ、その髪の毛が薄いっていうところで相手の女の子がちょっとこう評価を下げたとしても、他の要素、例えばその話が面白いとかっていう他の要素で平均点以上取れば全然相手の恋愛対象に入れるし、あなたのことが好きになります。逆にですね、ルックスだけ100点やけどそれ以外0点やったら、その男性はね、女の子は好きにならないんですよ。例えばこう顔がめちゃくちゃイケメンでも話が全然面白くないとか、なんかこう会話にならないとかいうタイプはやっぱり好きにはならないんですよね。好きになってもやっぱすぐ別れます。なので、なんかこう外見にコンプレックスがある方はそれ以外で平均点以上目指すというのがやっぱおすすめですね。何よりですね、まあちょ思うんですけど、あなたの魅力を見た目だけで評価してくる女の子よりも、なんか中身をちゃんと知ってあなたの中身を評価してくれる女の子の方がいいんじゃないかなと思うんですよね。だからちゃんとしたというか、あなたのことを本当に評価してくれる子っていうのは、例えばあなたがその髪の毛が薄いっていうところを気にしてたとしても、そこも含めてあなたの魅力だよって言ってくれる女の子は必ずいます。だからですね、そのコンプレックスに思ってる部分こそやっぱこう前面に出していった方が、なんかすごく素敵な女性に巡り合える確率っていうのが高くなるのかなと思います。よかったら参考にしてください。あ、そうだ、そういえば皆様のおかげでですね、ついに私のチャンネルも広告がつきました。ありがとうございます。本当にですね、いつもありがとうございます。これからもですね、皆さんに喜んでいただけるような動画作りっていうのを目指して頑張っていきますので、ぜひですね、これからも応援よろしくお願いします。ではまた最後まで、では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。